トップアンケートによるランキングです。先週女房のこんなところがわからないというテーマでお送りしたんですが、今回はその反対で妻に聞く亭主のこんなところがわからないというテーマでお送りします。梅田で撮ってまいりました。ご協力ありがとうございました。本当にね、はい、さてさて、まあ、ご主人様の代表といたしましてどうでございましょうかね。まあ、世の奥様方もございますが、それをあえて知らないふりをなさっているあたりが大人なんじゃございませんでしょうか。よいしょっと、さあ行ってみましょう。いはい、それでは、はい、それではアンケートの結果を今度でお送りします。今に行く亭主こんなところがないベスト10の発表です。あの、はい、何これを最後で禁煙するからな。うまかい。ハイザラ、仕事来しまい。あ、うまい。わー、やっと助かったな。煙たくなくてええわ。ちょっと、ハイザラ、第10位、ブリだと分かっていても禁煙をする。はいはいって言ってもこそ。第9位、自分だけがしんどい目をしていると思っている。なるほど、これ言われるわな。大丈夫です。何を慌ててんの、お父さんは。忙しいぞ、忙しい、忙しい、忙しい、もしもしとちゃうか。第8位、いつも忙しい、忙しいと言っている。一応でもな、これがあるときは早起きれんねやな。なにこれ、これ、さあ、行ってくるぞ。ちょっと待って、こんな持ってこれ何、こんな持っててこれ、子供さんなかったんかいな。第7位、ゴルフの時は喜んで早起きをする。さあ、いつあるちゃうのまた幼稚園の時ちゃうかんた。仕事や、仕事や。いや、仕事やんだ。おい、お前えらい寄ってるな、どないして。あんた帰るよ、それから隣の家に帰って酔って帰っても仕事だという。今は俺もこうしてるけどな、将来はな。どないしたん。プール付きの庭や。はな、楽しみしとけよ。お父さん、それいつ頃になったらできるの。680歳ぐらいだったらできるわな。第5位、実行できる。これどこ行ったんねん。第4位、私というものがありながら浮気をする。何度もすの。長いこと隠しとったんや。そんな嫌ですよ、隠し事なんかしたら。実はな、はい、俺な、郷ひろみやね。第3位、見えすいた嘘をつく。やったらしてらっしゃい。言ったのか言ってくれたわ。お父さん、学校行きよったな、行きよったな。俺も早いけど、ちょっと行ってくるわ。何、まだ今日はゆっくり昼過ぎて言って。いやいや、これ二人っきりやろ、これ。そうや。なんかひょっとおかしな気になったら嫌や。いやらしいもんな、何を言ってんの。第2位、二人きりになるのを嫌がる。ちょっとあんた、いや、お茶でも飲めへんか。お茶だ、ちょっとあんたね。何をびっくりしてんの、この人だけは。あんた。もう。第一位、いつも私を恐れている。こちらってこちらがね。うわ。私じゃないですよ、メカちゃんが。そう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 。ほらカメラさんなんやったでしょ。ちょっとメカちゃんと。そのとごもっともごもっとも、はい、ごもっとも、はい、あ、いやいやいや、これはありがちなことでございますですよ。そうでございましょうね。何か言うたら仕事や言うてしもたり、ね、そうそう、寄って帰っても仕事だという、もう見え見えの嘘ついてしもたり、ね、そうですね。郷ひろみ、なるほど、ね、あんな郷ひろみ初めて見ました。そうですね、またあんなリーちゃんも初めて見ましたね。まあいいんじゃございませんか、はい、いかがでしたか。どうですか、はい、奥様方がどうして旦那様に恐れられているのか、私にはとっても不思議に思いました。そうですか、
でも結婚するとすぐ分かりますよ。だってあまり分かんない方がいいかな。分かんない方がいいですね。あ、そうですね、はい、どうもご苦労さんでした。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。意味深いアンケート結果で見ますと男の方がマンガチックですね。そうですね。どうしてそうなるんでしょうね。やっぱり愛すべき殿方たちと公務次第でございますよ。本当に方々はしっかりなさっております、はい、さあ次の方、はい、参りましょうね。どうぞ。